どうする家康、松本潤、40、がスノーマン宮舘涼太、30、の出演を拒否していた疑い、まだ大河に出る器じゃない、と切り捨て。大河、どうする家康、松本潤が台本を、解約、していた、あだ名はセリフ泥棒、家康は格好よく、他の役者は目立たぬように、証拠写真入手、から続く。大河ドラマ、どうする家康、で主人公、徳川家康を演じる、嵐、松本潤、40、が、出演が内定していたジャニーズ事務所の後輩、スノーマン、の宮舘、涼太、30、のキャスティングに難色を示し、実際に宮舘の起用が見送られていた疑いがあることが、週刊文春、の取材で分かった。従来の家康像とは打って変わり、か弱きプリンスが悩みながら戦国乱世を生き抜く姿を描く、どうする家康。ドラマは現在、佳境に突入し、天下分け目の決戦、関ヶ原の戦いが近づいている。そうした中、週刊文春、10月12日発売号で報じたのは、自身が格好よく映るように脚本や演出を、解約、したり、